アイテム番号 SCP-255JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-255JP はサイト81の第三生物オブジェクト研究室にて、専用の回収ボックスに1体ずつ収容されます。ボックス内を常時サーモグラフィーカメラを用いて監視し、すべてのボックスに SCP-255JP が収容されていることを確認してください。SCP-255JP の脱走、または発見報告があった際、回収に向かう D クラス職員には捕獲用のスーツとサーモグラフィーが支給されます。露出するサワングハテイモをしなければいけません。SCP-255JP 発生地域の周辺を巡回し、露出した皮膚に SCP-255JP を貼り付かせた後、速やかに引き剥がし、SCP-255JP 専用の回収ボックスに収容します。回収した SCP-255JP には、実験の場合を除いて皮膚を露出して近づかないようにしてください。説明。SCP-255JP は体長 50mm 前後の空中を漂い、人間の皮膚に寄生する習性を持つ、淡水エイのような見た目をした生物です。SCP-255JP が空中を漂っている間は巧妙に背景に擬態しており、目視による発見は困難ですが、発生場所が限定的であることと、縄張り意識のためか、発生地域を遠く離れることがないことから、発生場所の予測と回収は容易に行えています。現在発生報告は大阪府、甲府周辺に限定されています。SCP-255JP が人間を確認すると擬態を解いて急速に接近し、皮膚の、特に体毛の薄い部位に張り付き、寄生しようとします。寄生した SCP-255JP のレポートを受け、寄生の目的は繁殖であり、その性質から、SCP-255JP は単に生殖を行う生物であると考えられます。現在雌雄の区別などを研究中ですが、前述の擬態のため目視による判別が困難であることに加え、解剖などによって SCP-255JP が死亡した場合、即座に硬化し青色の血小状の物質、SCP-255JP-A に変化してしまうことにより、成果は上がっていません。SCP-255JP-A は砕けやすく、粉塵は大気中に舞い上がります。人間と接触した場合のみ、接触対象の人体に深刻なかゆみを伴う広範発疹をもたらします。現在 SCP-255JP-A の研究が行われていますが、未知の成分により構成されているということ以外は分かっていません。寄生した SCP-255JP のレポート。期間、1時間。寄生によって引き起こされる症状、容易に剥がすことができるが、時間が経つにつれ粘着度が増す。期間、3時間。寄生によって引き起こされる症状、皮膚と癒着し始める。剥がす途中で SCP-255JP が一部ちぎれたり、皮膚から出血する可能性がある。期間、6時間。寄生によって引き起こされる症状、完全に皮膚と一体化する。一般的な外科手術により切除可能。切除すると SCP-255JP は死亡する。期間、30日間。寄生によって引き起こされる症状、SCP-255JP の付着した部位に青紫色の硬いコブ状の疾患が現れる。コブ状の部位に刺激を与えると脳内麻薬が溢れ、快楽により脱力、失禁などを引き起こす。寄生された対象は快楽を求めコブをかきむしり、剥がれ落ちた皮膚の一部が SCP-255JP の陽性、となり空気中を漂う。なお、コブ状となった SCP-255JP の外科手術による安全な摘出は非常に困難。ポイ1
摘出手術の記録を参照。ポイ1、摘出手術の記録。2000年月日、胸部にあるコブ状の SCP-255JPMS 差し込んだ途端、全身麻酔を施したにもかかわらず被験者は激しく痙攣し心肺停止。蘇生を施し一命を取り留めたが、全身は脱力し意識のない状態となる。術後7日目に意識を取り戻すも、焦点は定まらず、上ごとのように摘出を懇願し、甲骨の表情で失禁した後再度意識を失う。半年経過した現在も隔離病棟にて拘束し経過観察中だが、回復の見込みはない。ポイ2、市内において SCP-255JP を発見した民間人、情報提供後、記憶処理済み、による証言。発見者 H の証言、駅でぶつかった老婆が、いきなり甲骨の表情で失禁し倒れたんです。老婆の胸元には青紫色のコブがあり、意識を取り戻してもコブをかきむしり失禁を繰り返していました。老婆は救急車で運ばれ、その後どうなったかはわかりません。中、証言にあった老婆について調査したところ、老婆、死、は、データ編集済み、死は死亡しました。発見者 B の証言、家族で、港に旅行へ行った時にさ、突然斑点みたいなのが腕に張り付いてきたんだよ。その時は簡単に剥がせたんだが、自宅に帰ると、ふくらはぎにも張り付いててさ、驚いて引き剥がそうとすると強力なガムテープのように張り付いててな、強引に剥がそうとすると肌が裂けて血が出たんで、すぐに病院に行ったよ。簡単な手術で取ってもらえたけど、あれは何だったんだろうな、中。発見者 B 氏が手術を受けた。病院はすでに、データ編集済み、のため廃業している。関係者が SCP-255JP-A を所持している可能性があるため、現在調査中。ポイ3、寄生部位の切断実験の記録。実験記録、日付2000年月日。対象、SCP-255JP を用いた実験に割り当てられた B クラス職員、B-255JP-06 実験概要、SCP-255JP を腕に貼り付けて33日が経過。SCP-255JP がコブ化した状態の B-255JP-06 の腕を手術にて切断。B-255JP-06 と切断された腕、B-255JP-06-A としての経過を観察する。結果1、こぼれた B-255JP-06 の血液が即座に粉末状の SCP-255JP-A 化。結果2、B-255JP-06 は B-255JP-06-A を切断後、体の末端から急速に SCP-255JP-A 化し始め、29秒で全身が SCP-255JP-A 化。結果3、B-255JP-06-A が B-255JP-06 から切り離されているにもかかわらず、切断後も手首、指を激しく動かし続けた。観察10分の時点で手首を反らした状態から自身の骨を折り、コブ状の SCP-255JP をかきむしった。これにより小規模な SCP-255JP の収容違反が発生したが、担当研究員とエージェント、安倍川により収束。B-255JP-06-A は現在も生きており、第三生物オブジェクト研究室に収容中。考察、B-255JP-06 は死亡し、B-255JP-06-A は生き続けるという奇妙な結果となった。SCP-255JP がコブ状になった段階では、すでに寄生対象は SCP-255JP に体を乗っ取られ、操られている状態なのかもしれない。追記 D-255JP-06-A の研究については、
何かサンプルを採取すると、サンプルが即座に SCP-255JP、A 化してしまうことにより難航中。博士。